いや、今回ね、こちらのドローン2つのレンズがついてるんですね。この1つの中望遠でめちゃめちゃいい映像撮れちゃいました。はい、皆さんこんにちは、岡祐介です。ようやく来ました。DJI さんから新しいドローンが登場。その名も Air3 になります。はい。正直ドローンに関してはもう DJI さんいろんなラインナップを出しています。僕が以前レビューした Air 2S。これは作品もともにね、公開したんですけれども、その他にもミニ3 Pro とか、ミニシリーズ、Air シリーズ、そして僕がまあよく仕事で使う時っていうのは Mavic 3 シネとか、マビックシリーズ。まあ、大きく分けてこのミニ、エア、マビックっていうものがあると思うんですけれども、まあ、ファントムを使ってた、まあ、僕からするとですね、もう正直、ドローンの変化すごすぎないかと。もう圧倒的に、もう正直、独占的なシェアを誇るこの DJI さんが、まあ、新たにね、製品を出したということで、まあ、どのぐらいの、まあ、性能なのか、どういうアップデートがあるのか、そしてどのような方におすすめしたいかなど、まあ、わかりやすくね、皆さんにお伝えできたらなと思っております。はい、ちょっとね、京都の新しいスタジオで、デスクなくて、もう床で今後やろうかなと思っている感じです。それもね、ちょっと日本の文化にちょっとね、アジャストしながらレビューをお届けできたらなと思っております。てな感じでですね、まあ正直、この Air 3、僕もクリエイターとして、ちょっと気になるところもあるし、実際にどのようなアップデートなのかと。で、もう正直デザイン見ていただけたらわかるんですけれども、基本的にはこの Air 2S とか今までの筐体に比べて大きな変化はありません。ただですね、やっぱりこのレンズの部分ですよね。レンズの部分が中望遠が搭載されてます。なので実質2つのレンズでいろんな表現ができるっていうのが最も一番の強みなんじゃないかなと思っております。で、その他にはですね、もう最初に分かりやすく要点をお伝えするんですけれども、映像表現の幅が広がりますと。そして、やっぱりドローンを飛ばしてる時っていうのは、リスクがつきものだと思うんですね。墜落してしまうリスクです。そういったセンサーも、Air シリーズでは、初となる全方位。全方位のこの障害物探知機能が搭載されていると。で、次にはですね、Air 2S とかって最大飛行時間31分だったのに対して、今回の Air 3は46分と。正直、もう一言でまとめると、この要素が、今回の Air 3の魅力的なポイントなんじゃないかなと思っております。これはミニ3 Pro とか、ちっちゃな、まあ、ドローンで、まあ、表現をしていた方とか、Air 2S だとちょっと物足りないなという方にとってはおすすめなドローンなんじゃないかなと思っております。で、まあ、実際にね、この中望遠飛ばしてきたんですけれども、気になるところで言うと、正直このセンサーサイズですよね。心臓部分、やっぱりここは光の取り込む情報量とか、色の表現に大きく関わってくる要素だと思うんですけれども、Air 2S は1インチだったのに対して、このドローンは 1.3 分の1インチなんですね。いわゆる、この、ちょっと Air 2S に比べて小さくなってるんですよ。で、それなんだけど、やっぱりこの夜間とか若干暗いシーン、最終的な処理に関しては、このセンサーが新しいので、映像が綺麗っていうことなんですよね。で、実際に僕、中望遠で、まあ最初にお見せした美しい、ズーム表現やったんですけれども、ああいうズームって、ちょっと画質がね、落ちがちなんですよ。何にもかかわらず、まあ天気も良かったっていうのもあるけれども、ものすごく綺麗に描写できたんですね。で、これは動画だけじゃなくて、写真もそうです。写真も他の、まあ、カメラ、ドローンに比べてアップデートしていまして、ズーム、そして中望遠、通常モード、両軸48メガピクセルの写真を撮ることができます。今回、パシャリパシャリと、パシャリ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 、いろんな写真撮ってきたんですけども、めちゃめちゃ綺麗でした。まあ、Air 2S って 5K とか、
4K を飛び越えた解像度があったんですけれども、今回のこの Air 3というのは 4K の 60fps の収録が可能になっています。 4K でアウトプットしている僕からすると、まあ 5K とか 4K 以上で収録する良さっていうのは若干クロップできたりとか調整ができるんだけれども、やっぱ編集のコースになってしまうので、撮影時に 4K で収録して 4K で書き出すっていうのが結構セオリーかなと思っているので、十分な要素かなと思っています。今回滝の撮影とかしてきたんですけれども、 4K60、ドローンでスローモーションってあんま使わないかと思うんですけれども、それも駆使するとやっぱり一味違った表現になります、間違いなく。なのでそういったスローモーションっていう表現の幅と標準のレンズと、あとは中望遠、これも組み合わせることでよりねドローン表現の幅が広がることは間違いありません。まあ今回も飛ばしてね、やっぱり標準だといかにドローンを攻めるかっていう戦いなんだけれども、やっぱり人とかですよね、ポートレート、人のモデルとか撮影するときだったり、あとは動物とかね、やっぱ一番相性いいんじゃないかなと思いました。はい。で、まあ、今回ね、こちら46分、最大飛行時間46分ということなので、普通に撮影していて、僕1日2日撮影してたんだけれども、1つのバッテリーがこの1日2日のドローン撮影でギリなくなったぐらいなので、まあ僕は正直もう慣れてるから、1フライトもう本当に 2,3 分とかなんですよ。なのでこれなので、まあかなり慣れてるとはいえ、一応こういった46分の最長飛行時間っていう幅が、まあここまでね1日2日フル撮影でも対応できたっていうことは一つあります。まあ、2,3 分っていうのは本当にちょこっと撮影するときね、がっつりというときは多分10分ぐらい飛ばしてるかなと思うので、46分1泊2日普通に行けるんじゃないかなと思っています。次に O4 の HD 転送、こちらコントローラーとこのカメラの、まあ、いわゆる映像をプレビューするための要素なんですけれども、正直操縦していて、やっぱどのドローンもどんなに伝送精度が上がったとしても、やっぱりこのコックピットというか飛ばしている環境とドローンの間に遮るものがあった時ってのは、さすがにノイジーになって、ちょっと信号を失うか失わないか、ちょっと怖いなっていう感じは、どのドローンもやっぱりあります。なので大事なのは、どんなにね、スペックが上がったとしても、まあ、なるべくドローンを見失わないような撮影っていうのは心がけていて、常に見える状態。そして飛ばして、で、ちょっと怖いなと思ったら、戻す。みたいなことを心がけると、まあ、間違いなくその事故る確率っていうのはないかなと思っているし、まあ、万が一事故ったとしても、DJI さんの保険が助けてくれるので、皆さん、すぐ、落ちましょう。まあ、今回ね、Air 2S とか、あとはミニ3 Pro と、まあ、比較している方もいるかと思うんですけれども、Air 2S と比較しても、まあ、最大飛行時間とか、センサーは劣るものの、映像表現、中望遠とかもそうですし、明らかなね、この Air 2S の違い、そしてまあ障害物探知もそうか、あとはミニ3 Pro からするとやっぱりサイズ感がどしっと違うので、映像美っていう観点ではミニ3 Pro よりも上で、 Air 2S よりは全体的に性能が上がっていますよということになっております。なのでまあ正直この Air 3を買い替えるか買い替えないかっていうのは皆さん次第かなと思うんですけれども、まあ一つのね空撮表現の選択肢を作れたらなと思ったので、今日は動画を撮らせていただきました。で、後日ね8月の上旬に出す動画でですね、正直僕の YouTube 市場でもまあすごくワクワクするようなコラボレーションが実はね DJI さんとあるんですね。なのでそちらの動画も合わせてご覧いただけたらと思っております。はい、そんな感じで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。この製品に関する質問とかはね、コメントいただければ僕は DJI の担当者に直接連絡するので、皆さん要チェックです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは皆さん、バイチャ。